まあ、この奈良ルリエ10周年、そして奈良公演のねバースデーにふさわしい、そんな素敵なパフォーマンスでしたね。で、原価の皆さんにはこのままステージに残っていただきまして、一緒にカウントダウンに参加していただきたいと思います。まあ、ちょっとある程度のお片付け終わりましたら、もう間もなくですのでステージにお越しください。さて、いよいよ、ちょっと光がもうちょっと欲しいなって感じなんですけれども、ですね、いよいよ間もなく奈良公演139回目のお誕生日をお祝いするバースデー花火の打ち上げとなります。あともう1分ちょっとでしょうかね。で、今回はですね、奈良ルリエが10周年ということで、デザイン花火が打ち上がります。1と0で10、さあちゃんとね、ちょっと風向きとかもありますので、10って見えたらいいんですけどね、注目しておいてください。で、花火がどこから打ち上がるかと言いますと、皆さんの後方です。くるっと後ろ回りましょう。正確にはステージからくるっと回ってもらったら右斜め後ろくらいですかね。今真っ暗で見えないんですけれども、若草山からドーンと打ち上がりますので、どこかな、ちょっとね注目しておいてください。では、まもなくね、10秒前から皆さんと一緒にカウントダウンをしたいと思います。私がせーのと言いますので、そうしましたらね、皆さん一緒に10秒前からですからね、10、9というふうに大きな声で、今日はね、ちびっこのお友達も来てくれてると思うんですけれども、皆さん、大きな声出ますか？寒いですけど、ここだけ頑張ってくださいね。大きな声でカウントダウン全員一緒にお願いいたします。では行きますよ、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。
か。Yeah.